ああ、行ってくるか。周り気をつけろよ。ユカ、いるか？うん。うん。だったらいいんだ。どうした？びっくりした。トイレの中から血みたいなのが溢れてきそうになったの。そうか。とにかく早く出てきな。ナオミ、どこ行ったんだよ。お前がいないだけで。お兄ちゃん、元気出して。ユカがついてるから、きっとお兄ちゃんのこと守るから。ん？しまった。暗い顔をしていたか。こいつ。ユカ、ありがとう。よしよし。ふんふん。ゆか、お前、好きな男子はいるのか？え？なんでそんなこと聞くの？まあいいじゃないか。教えてくれよ。いるよ、クラスに。かっこいい子がいるんだ。そうか。もう付き合ってんのか？そんなこと、お兄ちゃんには関係ないでしょ。付き合ったりなんて、できるわけないじゃない。怖いもん。はは。じゃあ頑張って、好きだって言えるようにならなきゃな。俺も、まだ言えてないんだ。そいつはいっつも俺に絡んできて文句ばかり言うし、俺の顔見たら何かと暴力振るうし。意見を言ったら、俺より正当な意見で反論してくるし。本当に気が強くて腹が立つやつなんだけど、いなくなると死ぬほど寂しい。実際にいなくなって初めて気づいた。俺は、ナオミはどこかにいるはずだ。きっと絶対に死んだりなんかしないさ。うん。さあ、行こう。お兄ちゃん。
篠原を引きずった地面の跡がなくなっている。どうして？気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。くそ、大丈夫か、潮崎。よしき、篠崎も持田くん。ああ、ゆかも無事か。はい大丈夫、息が。
ナオミが、ナオミが、篠原の体を持った化け物を追いかけて、いなくなった。中島さんが？よし。じゃあもうこんなクソったらの学校に残ってる理由はねえ。中島見つけて、とっとと逆打ちだ！ああ、そうしよう。ナミ！無事か？サトシ、中島さん。中島！心配かけるなよ。怪我なさそうでよかった。篠原は見つかったか？だと思うの。この学校にこれ以上いたら大変なことになるわ。みんなで逆打ちして帰りましょう。そうか、ナオミ。篠原もできれば連れて帰ってやりたいが、急がないと心を動かされて国家に負けちまう。心残りだが、ここはもう逆打ちを実行するべきだと思う。じゃあ始めるよ。みんな近づいて。幸子さん、お願いします。幸子さんお願いします。ゆうか、おはよう。なんだ、元気だな。ご飯。お兄ちゃん来ないとみんな食べられないんだから。ああ。だけど俺は、今朝はいいや。どうして？食べる気がしないんだ。さすがに。朝食べないと。わかるだろ、お前だって。昨日、あんなことがあったんだ。お兄ちゃん、泣いてるの？怖い夢見たの？ゆうか、お前。元気ないね。大丈夫？いや。今日のお店番の順番だけどね。私がペアの組み合わせ聞かせておいたからね。
だそれ。変態。は？エッチ。俺は夢を見ているのか。おはよう、みんな。おしるこ屋のおまんってこれぐらいで足りる？おはよう。大丈夫。いやー、ナオミおはよう。なんだよ、やっぱり悪い夢だったんだ。うわー、ちょっとセイコ、お尻揉まないでよ。ぬふ、手の塞がったナオミさんを見て、マチシが放っておくとでも思いいやこら！うん、ダメよ。お椀はきれいにしないと。うん、しょうがないな。今の場面、洗いに行こう。見覚えがあるぞ。これは同じじゃないか。夢と天神小学校へ飛ばされたあの夢と、夢じゃなかった。まさか同じ日が始まるのか。止めないと。あ、何言ってんだよ。天神小学校だ。うん、持田君よく知ってるね。そのネタの階段持ってきたよ。サトシ、お店サボってて夢でも見たんじゃないの？あるある。シゲ兄もサボってたけどね。俺は違うよ。演劇部の台本はコピー取りに行っていたんだ。いや森重よ、それサボってるって言わない？ほらほら、持田くん、君の番でしょ。お店の番、してきなさい。そこまで意地張るなんて珍しいな。もう終わるからいい子で待ってて、持田くん。はーい、一名様追加でご案内。どうすればみんなを守れるんだ。